あれ奥さん聞いてます？今日はあなたがデコリスト。この番組は 84.0 メガヘルツで毎週火曜日19時からお送りしております。ゆるいトーク番組をお楽しみください。はい、こんばんは。はい、こんばんは。今日はあなたがデコリスト173回目。イエーイ。もうそんなになりますか？そうですよ。なんか前回撮ったのが172回目の記憶があったんで。合ってると思うよ。あ、じゃあ、そうだね。合ってたね。合ってるよ。173回。前回久しぶりにね、キワの段で、出ていただいた、はい、松永直樹くんと、戸松幸乃さん、来ていただきました。そうですね。呼んだら来るからさ。たまったまやけどね。でも本当に今回こうやって久しぶりに飲んで話せたけども、彼と彼女はちゃんと、自粛を守って、普段本当に久しぶりだったんだって。こうやって4人ぐらいで話すのも。あ、そうなんだ。うん、そっかそっか。嬉しいね、それでも出てくれるってね。うん、あきらさんのためだったら。そうだ、マスク脱ぎますよ。あの、ね、マスクはつけといてってなるけど、ま、実際マスクずっとみんなしてたしね。当たり前でしょ。このご時世なので。そうですよ。で、まあ今日は打って変わってよ、夜の公演という、はい、換気がもう完全に素晴らしい。そうですね。ね、もうすっかり寒くなりましたね。いや、もう寒いよ。なんでこの都会だというのに。あ、秋ってどこに行ったんだろうね。ね、秋なかったね。ね、一気に夏終わってちょっと涼しくなったなと思ったらもう冬だよね。ね、昨日暑かったなと思ったら今日は寒かったですもん。ね、体調はどう？体調はね、元気ですよ。うん、そっか。私も元気です。ああ、それは良かったですね。無事に僕もスタージャンの方の舞台が終わってから2週間、はい、経過いたしまして、はい、全く何の症状もなく、良かったですね。元気でも、はい。いやー、でもあれだね。僕なんて、まあ、この前にちょっと軽くお酒を入れて、はい、で今夜の公園にこうゆっくり座ってるわけでございますけども。結構人多いんですね。ね、やっぱりみんなこの今なかなかね狭い中で集まれないから、こういう広い公園とかで風を渡りながら皆さんと談笑というのね。寒い寒いって言いながらもみんな ね会いたがるんですね、人というのは。人と人の出会いはこの季節を凌駕するあったかさがあるんじゃないでしょうか。寒い寒いね。ねえ、私ね、はい、まあ副業というのがもう本業なのか分かりませんけども、ちょっと新しいこと始めまして。お、何ですか？僕ね、今子供の体操教室の先生をね、はい、目指して今研修受けてるんですよ。おー、うん、子供の体操教室、うん、でそこの会社は自分が慣れればいろんな教室を作っていいという。あ、え、のれん分けみたいな感じですか？そう、まあっていうか、まあその中での授業をできるようになるっていうの、うん、自分が仕切りで、うん、だからゆくゆくはちょっとそのアクション教室だったりとか、はい、あとはその演技講師の方とかも復活させようかなとか思ったり。あ、いいんじゃないですか。昔やってたその ね経験がありますから。そう、ただね、はい、まあ、体操教室でもちろん皆さんね、もっと新体操の方っていうのかな、あの経験者の方々が多いんすよ、はい、でもう動きが半端ないんですね。あ、もうみんなピョン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 バク転して飛んでる。で体力がね、もう僕とは10以上下の方とかもちろん先輩としてコーチでいるんだけども、はいはいはい、まあ、若さもありの、でそんな中僕もこの前そのとある教室の時の、まあ、サブでつくみたいな感じで、ああ、はい、うん、ちょっと入らせてもらったんですよ。でまあ、その時の生徒さんの数が少なかったので一緒にやってみませんかというようなお誘いを受けまして。おお、いいですね。やってみたらですね、はい、汗が止まらない、呼吸が整わない。僕は言うても基本執筆とかの座ってパソコンに打つ生活を
2ヶ月から3ヶ月ぐらい割とメインでやってたわけですよ。そうですね、もうどっちかっていうと脳で汗かくタイプですね。そうですね、そう、もうね、それこそラムネ大好きアキラ君なので、ブドウ糖を取りながら、パチパチと打っていく作業を、なんだったら回数というか比率で言えばもう4月頃からその自粛が始まった頃からずっと書いてる生活をしてるわけですよ、が久々に、他人と交わりながらマット運動をするというね、自国のような日々、まあ、あえて修羅の道を選んだ、そう選んでみたい。でこれまあ続けば痩せるんだろうけど、そうですね、あでも帰った後のねご飯が美味しい。あーだって汗かいてかいてお風呂入ってさ終わってさ、あーその後に飲むお酒なんて最高じゃない。これはね、病みつきになりますね。病みつきになっちゃうそして痩せないっていう ね、別の理由になっちゃいますね。そうなんですよ。だからまあ太る言い訳ができたなと思ってるんだけどこの前ちょっと打って変わってですけども、はい、あの斉藤啓太くんが啓太、はい、あの珍しくそのちょっとワークショップを、やってくれっつうので、え、アキラさんですか？そう会いに来たのよ、わざわざ埼玉くんだりまで。よし、じゃあお前そこに座れまあ俺も座ってんだけどまあちょっとキンキンだったので会場とか抑えずに、はい、まあ普通に我が家で座学だけをやったんですけど、あ本当にやったのよ我が家で、今までのテコール会議室と言われてた我が家の部屋で、へ、亀と一緒に座学をやったんですけど亀吉も一緒にね、ねやってた。亀吉くんはねずっとソファーの裏でね固まってたね急にクマ来たらびっくりするよ。びっくりするねで、まあ久しぶりにご飯食べながら、いろいろ話したんだけど、まあ元気だった。あ、よかったね。斉藤啓太くん変わらずクマだったね。あ、そっか。いろんなお話をしながらね、ちょっと懐かしのメンツと会ってきたという話で、どうしたの なんか芝居に飢えてる感じだったの？あ、でもそうだね、なんかやっぱりまあいろいろ勉強もしたいのもありの、で、で、まあちょっとお話だけでもみたいな感じだったんだけども、ちゃんともらうもんはもらって、もらうもんもらってやな。え、本当にまあまあまあそんなにすでにもらってない真面目だね、受けてきて、わでどうしたのっつって話したら、まあそういうのいろいろ勉強したいっつって言ってやってきて、あで私個人的にですね、はい、11月から週1回でちょっと本当の新人用のワークショップを開催しまして、お5日からやろうかなと。ケンちゃんの時にちょっと話したかな、あんまり覚えてないかな、あんまり覚えてなかったかも、でやろうかなっていうので、ちょっとまた人と関わる機会が増えそうだなと思って。ああいいですね、どん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 ね、人と交わっていきましょうよ。そうだね、こんな時代ですから。ほんとね、この時代気を抜くと気がつくと 1,2 ヶ月一人ってあるもんね。ありますありますでもほんとに気がついたら俺嫁としか喋ってねえなっていうのあるからねまあね、一時そうだったよね。ねえ、いやーで、あれですよ、もう最近で言えばですよ、はい、もしかしたらちょっと近い未来、はい、我々がラジオでずっと言ってる、僕の尊敬する大先輩がもしかしたら、このラジオに出演していただける可能性が出てきましたか、ちょっと増えてきました。お、はい、僕はもう変わらずオファーをかけ続けているんですけど、まあなんせ忙しい方なので、これはもう絆ステージが始まって以来の、そう結構な大物ゲストになると思います。これマジですからね、はい、でそのまあ先輩と多分このような感じの話をするのででもなんかせっかくだからいろいろ聞きたいね、このそうだね、ほらまあ多分その先輩もまあ他のラジオ番組とかでまあこのコロナが始まってからとかの役者としての動きだったりとかっていろいろ喋られてるんですよ、なんで逆にプライベートのところ踏み込めたらなと。だってその大先輩のプライベートなんて本当分かんないですもんね。分かんないと思う。俺もその方とお付き合いが長くなって、まあ本当にありがたい話でさ飲み仲間みたいにしていただいて、でそこで垣間見えるものはあるけど、でもやっぱりさ自分がなんだったらもう7歳とか6歳とかの頃からもう現場に立たれてる方、はい、
そうだよね、だってちっちゃい頃から知ってる人ですもん。そう、もう名前がもしかしたらピンとこない方もいらっしゃるかもしれないけど、お写真見たら絶対にいろんなドラマで見られてる方なので。そう、もういろんなドラマも映画も出てるもんね、うん、そう。でその方の作品とかもね、僕も知り合ってからこのいろいろと見る機会が増えたりとかして、はいはい、行った時にやっぱりね、この役者を日常として過ごされてる方の、まあ、プレッシャーもあるだろうし、責任だったりとか、まあ、なんて言ってもそのドラマのテクニックだったりとか、はい、あって本当に勉強になるなと思って。あ、もう話聞いててね、うん。でね、まあ、ゆうくんもその中で一回お会いして、一度お会いしましたね、ね、ごちそうにもなっちゃって、ねね、僕もその後何回もごちそうになっちゃって、お腹空いてるんですかって、あ、空いてるって言われて、さ、うん、して空いてなくても僕ははいと言ってご飯を食べに美味しいもん食べれるんだったらもうお腹なんかいつでも空いてるよって。そう、本当にね、その方が言ってくれるね、お店がいつも美味しくてあ、いつもこれ俺が連れて行ってもらった、はあのプラス別のお店もあるんですよ。あ、そうなんだ、うん、で僕が最初の一番最初に出会った時に連れてったお店とかが僕は大好きで、お刺身がすごい美味しくて、そこもね今度ね、はい、ゆうくんと、もうその方と一緒に行けるかは別として、まあ、ぜひ、ね、一緒に連れて行きたいなとお願いします。思います。はい、はい、お刺身大好きなんでね、まあ、ね、でまあその先輩とね、いつか、はい、近々なのか年内中なのかっていうね、まあ、具合ですけども、お話がいつかできそうな匂いが今しておりますという、そうですね、ご報告とね、タイミングさえあれば本当にもうね、第何十回とかでメモリアルがそうだね、あればいいけど、中途半端な数字で出られたらちょっとね、でもその方の予定が優先だから、そうだね、もしかしたら何でもない時にすげえことになるかもしれないっていう、だったらもうその時ばっかりはもう回数偽って第200回って言って飛んだな30回で1年分ぐらい飛んじゃってるいや楽しみですね、ね、やりたいね、その時はでもゆうさんにもいっぱい喋ってもらいたいなと思ってるのでそれとゆうさんあれですもんね、先輩いるとあんまり喋らないっていう傾向が出ておりますので。そうですね、味付いつまで精一杯ですから関根さんでさえ近くにいると思う。そうだよね、関根さん清水さんの回でも編集した時に思ったんだけど、ほぼゆうくんのそうですねぐらいしか入ってないっていう、ね、うん、そうなっちゃうよ、うん、ぜひぜひでも喋ってほしいなと。もうほら初対面でもないし言うてそれこそほらゆうくんから見たその先輩の質問とかを、はい、どんな浅い質問でもいいからぶん投げてもらって、したいことはあるけど、多分30分じゃ終わんないんじゃないですかね。さあもうほら2週分いけるから。でもその方が喋り続けて1時間になっちゃう。俺も喋らなくなるっていう。でもなんかね、そのまあ飲みながらのゆっくりトークとかできたらいいなとか思っております。いいですね。うん。はね、なんかもう一人欲しいな、ケンちゃんとかマサルあたり。逆に俺のキャパが大変かもしれない。俺は一人じゃ無理だよ。アシスタント一人じゃ。そしたら多分で一番リアルなその放送の予想ね、ええ、そう、俺とその方の2人トークだよ、ほぼほぼ司会進行しますよ、ね、司会進行お願いいたします。じゃあどうぞっっいるそれっつって言いながら続いてのご質問なんですそうね、でもそんなからその方が OK をもらえた時点でお名前を出せるとは思うんだけども、そうです ね、名前出さずにね、うん、やっちゃったら誰だったんだろうってなっちゃう俺たちがただただ恐縮してるラジオになっていやでもやっぱりなんだろう、自分の世界よりもずっと上とか長いね付き合いを、あ、ね、現場で経験されてる方なので、ちょっと緊張はするよね。舞台も映像も本当経験豊富な方ですから、本当にやっぱりかっこいい背中を見せ続けてる人なので、本当かっこいいよ、うん、そのノリを本番もぜひお願いあんたかっこいいよかっこいいよ怖い怖い割とその方冷静だからなんだその中身のない図地はつって放送中言うかもしれないそれはもう ノーカットでお送りしたいそうですね、うん、じゃあなんか出てくるそうだね、僕たちもなかなか、まあ、歩きながらでも話しますか。そうですね、はい、ちょっと今ね夜の方でこの広い公園でゆっくり喋ってるんですけども
デコール。いやー、夜の街を散策しながら。そうですね、うん、真っ暗なんですね夜って。そうだね、僕も生まれてからこの方夜は真っ暗かなっていう特に田舎の方に住んでるからね、星は綺麗よ。そうですね、うん、都会じゃ月が光るばかりでね。先週とかの久々に会ったメンバーとか、なんかまたちょいちょいそういうのを増やしたいね。ね、懐かしメンバーって出したいよね。うん、で、まあ、今後ねテコールとしてその、まあ、来年だったりとか今年はもう終わっちゃうけど、そうです ね舞台がいつ復帰できるかとかいう話もあるし、だったらもう今まで出会った人と ねお話をしながら、そうですね、でその中で生まれていく企画もあるんじゃないかと。もうだったらもう企画を用意させましょうよ、ゲストにゲストにじゃあ、あれですね、今その話を聞いてパッと思いついたのが、よく出てくれる三重西彩乃さんの、はい、このラジオ大丈夫かっていう罵声がねこれ私が考えるのみたいな新しいと思いません？そう、新しいね、ゲストに言われた企画をやるっていう。そう、ゲスト持ち込み企画を強制させるっていう。でもそんなんですぐできるって言ったらさそれこそ、はい、辛いラーメン食べるとかさそっか、言われたことやんなきゃいけないやんなきゃいけないけど結構過酷かもしんないよ。そうだ、罰ゲームになっちゃいそうだな。あ、ね、敵が多いから。そう、我々そんなに好かれてないからこの機会にギャフンと言わしてやろうみたいな。怖いですね、うん、でもさ、水穂台の、はい、駅新築計画のさ、はい、ハッスルさんがメインでやってるサテライトスタジオとかが劇場ができるっていう話。ああ、まだ我々が見たこともない。まだないやつ、うん、ですよね。ね、あれもやりたいね。だから200回目とか深夜のサテライトスタジオとかやりたいね。やりたいよ ね。だってこれいつですか、生放送やったの。もう6月っすよ。ですよね、うん、しかも去年の6月。そうだよ ね。もう1年以上経ったんだね。あれ、まだ1年経ってもまだ2回目の生放送ができないっていうのは、ね、まだできない。でもまだ、だから今172、2回目、3回目か。ああ、だからあと27回。うわー長いねー。もう端折って出ちゃいましょう。いや、もうね、純くんさえ良ければね、すぐ、いつでもすぐ行くからね。呼ばれれば我々すぐ行きますんでね、うん、てかあと逆に、はい、ま、純くんとか都合のいい時を狙ってこの回に生放送したいって言えば通るかもしれない。あ、本当？うん、だからそもそもほら100回の時も似たようなもんだしなんとなく100回だからとか言ってたけどそうだね、でもね、まあ、そしたらまあよく久々にこっちに泊まり、お泊まりになるかな、時間的になっちゃうかな、ね、あ、だって深夜ですから、ね、深夜だからね、うん、深夜のあの時も12時、11時半ぐらいからやったんだっけ。そうだね、で、うん、まあ、その時もお泊まりしましたよね。ね、その時はね、伊藤大輔さんもいましたからね。そうだ ね、でまたじゃあ生の時呼びますか。もう呼びますよ、当たり前でしょ、もう生放送だぞっつって、うん、来いよっつって、ね、お前が育てた強敵だぞっつってお前のだぞって言ってね俺なのでもあるけどお前のでもあるんだぞっつって責任持てよなって言ってね。ね、なかなか伊藤大輔さん忙しいからね。そうですね、忙しいのか、まあ、若干嫌われてるのかっていう筋もあるけど、まあ、両方でしょう ね一生出ないねまあ仲良くやってますけども ね。じゃあ、まあ、これであとは久々にまあ、生放送じゃなくてもいいから石井匠さんでも呼んでみますか。石井匠さん、さっきも、ね、先週も話題出ましたけどね。そうだね、うん、元気だったらいいけど、ま、芝居とかまだ彼もやれてない。うん、やれてないけどなんかね、来年からちょっと忙しくなりそうっつってて、今その準備期間らしいよやっぱりいっぱいとか忙しいナウだわ多分今やってるな。あ、本当よかったじゃない、うん、なんか動き出すみたい。この前ね、あの新しくワークショップやろうっていうので、うん、稽古場取りに行った時にちょうど匠さんのバイト先の近くだったから、はいはいはい、顔見に行ったのよ。はい、うん、したら何で来たんですかっていうねなんか俺もなんか久々のそいつのテンションにさちょっと動揺してさいや、ワークショップの小屋取りに行ってついでに、あ、そうなんすかみたいななん
か大したその嬉しいとかもなく、うん、なかった。でその後に終わって、家帰り夕方ぐらいから、向こうがバイト終わったぐらいに LINE が1個入ってて、うん、あの久々に顔見に来ていただいてありがとうございますみたいな、そんな感じじゃなかったけど全然違うなと思ってなんだろう、そのちょっとよくよく考えたら冷たくしちゃったかなぐらいな感じのねえ。そうか、でも久しぶりに会いたいね。うん、まあ全然変わってなかったよ。あ、本当俺がだから2ヶ月ぶりぐらいかな、1回だけあのうちで飲んだんだもんね、うんうん、それ以来だけど、まあ変わらず元気にやってて、ああだったらよかったじゃあもういいかあとはずっとあのしばらく音信不通の山田まさるさんね。まさるさんはもう舞台とか忙しいですもんね。もう時期だよね多分ね。まあ山田まさるの方のツイッターとか見ていただければ、はい、出てると思うんだけども、ねえ、うん、ぜひよろしければチェックの方よお願いします、ね、で今の世の中なんでもしかしたら分からない、そこら辺ちょっとぼわっとしてるんだけど、はい、あれもあるか、オンライン舞台もやってるのかもしれない。あ、そうなんだ、うん、生だけじゃなくて配信もしてるってことね。そうそうそう、うん、だからそこら辺もチェックしていただければと。そうですね、うん、両方チェックしてみて本人が喜びますね。いやでもなんとかね、この状況の中でも動いてる仲間たちがいるっていうのはね、嬉しい話です ね、 うですね、もう本当、うん、嬉しいし、ね、こっちもねちょっとじっと知らないなと思っちゃってね。そうだよ、もうゆうくんがちょっとあれだね、早く表舞台に復帰をできるように。そうですね表、まあちょこちょこね、うん、結構言うても映像も2本出てるし。そうですね、うん、でまあ、舞台の話も来年はもう決まってるのが1本あったりして。あ、ほんの、うん、何月ぐらい？来年の6月ですね。あ、じゃあ収まってたらいいね、いろいろね。そうなの、収まっててほしいという希望も込めてそこまでちょっと伸ばしましたね。あ、でもまあここでねそれこそこの今のご時世の中でやられてる方たちは本当に大変だと思うけど、あ、じゃあ来年の6月に、はい、はい、もうまたね、まあ、近くなりましたら忘れてる頃に情報の方流しますんでね。もちろんね、うん、なんだったらもう稽古場乗り込み取材行くから。あ、本当ですか。 AKR がこの、収録機材を担いで、この今持ってるですね、今持ってる片手で持てる収録機材を担いで行くから、AKR スタジオもちゃんと持ってきて、うん、そうだね、終わった後に直後に行けるのか、なんだったらその主催さんと話せるんだったら稽古場からのあのがっつり応援ラジオとかもね、あ、できれば嬉しいですね、うん、行きたいなと思って。あ、もうぜひ実況してくださいよ、ね、お、ゆうくんが怒られておりますっつって泣いてますうるさいんだよとか言われてコールでも見せなかった涙をここで流しています流しております。ゆうくんがちっちゃい子でもう役者やめようかな追い込まれてます追い込まれてます。その舞台見たいな逆に出てないかも、もう降板しました、降板しちゃったんです。あの流した後の降板だけやめてほしいね流す前だったら外取り直すそうだねなかったことにするねえ、どうなってんだろうね。でもやっぱり来年だな。そうだね、たくみさんもそうですけど、うん、たくみさんも来年だって来年忙しいでしょ。そうか、あ、会うのじゃなくてあ、会うな、みんな動き出すのが本格的にね、じゃないかな。本当に収まってほしい、まあね、コロナさん、あ、なんとかいつも通りね舞台ができる世の中になればいいなと思うけど。そうだね、もうだってさまあみんなね、うん、もういろんなことを努力してやっているわけですけど、すごいよやっぱりこの時期に立ち上げる団体さんは肝が据わってるなと思う、ね、もう覚悟が違うよね。違うね、うん、だまあちょうどね、だからその我々もその勉強期間っていうのでさ、はい、うん、今は舞台は打ってないけども、その打った時にね、ゼロじゃなくて1でも2でも3でもちょっとでも成長した姿をね見せたらね、うん、あ、お腹が成長してきてるなって、それが一番不安ねえすくすくと動いてんだよねそう、ゆく動いてんだよ。だ俺もちょっとずつね、まあ、さっき話したようなね、体操教室の先生ですから先生ね、この前先生用の、まあ、コーチ用の写真を撮ったんだけど、はい、パンパンやったね。パンパンやった、うん、まあ、それが他の人から見てる AKR なんだなと思うんだけど、うん、なんかねどっかでね、自分で鏡で見るとそんなにパンパン感って見えないの。 あれ不思議だよ ね鏡で見るとさ、あれ今日なんか顔細いなって思うんだけど、写真撮ったらさパンパンやパンパンやないか全部パンパンやなと思って、
本当不意に撮られた写真とかこんなにお腹出てんだ俺って思っちゃうもんね。顔の肉付きもすごいしね。ねえ恐ろしいね。本当まあね1年ぐらいでまあまあこのもうね 2,3 年いってるそのダイエット企画とかそういうものはね結局は成り立たないから。まあでもずっとね 2,3 年続いて、まあ、途中経過してないだけでね心だけはもうずっと続けてるわけですから。心の中では超スマートだよ俺今。あの心の中の体重55キロぐらいになってる。あ、分かる分かる。俺もだって今ね60キロ台のはずだったもん。実際の姿がねそプラス30キロぐらいだけで。まあそうなっちゃいますよね。ねまあそなんや言うても健康にね生きてればいいかなと。そうな健康なの。いかんせん。いかんせん健康ならね。これで体でねなんかどっちか不調が出てきたりとかね。若干 AKR その節あるからね。いやあるか。あるね。不調が出てる節あるからね。ちょっとまあね悪化する前に。そうだね出る前に。うん。行きたいなと思いますけども。ねえ、まあそこら辺も頑張っていきましょう来年ね。来年これは変わらんやつや。はい、というわけでまあ、はい、うん、また来週あ、まあ、次回、はい、とかでまたちょっと企画を都合が合えばあのいろんな人の企画をね、はい、やってみたいなと思う。結構前に話したかもしれないけどもあのあっちの舞台裏方あるあるとかのやってみたいですよね、ね、ちょっと連絡取ってみますので、我々も知らないあるあるがあるかもしれない。そうね、おい演者と、ね、うん、気遣いが間違っとるぞとかいうのもあるかもしれん。お前らアドリブ好きじゃけど我々はなきっかけさえ逃してくれなければいいのかもしれないけどけどもつってあるかもしれない。であのお客様をお迎えする一番のこの顔になる制作人のお話とかね。あー怖いですね。怖いね。どこまでこの何自分の都合的に放送できるかとか編集で変わっちゃうかもしれない。それもちょっと来週以降考えてみましょうよ。はい、はい、でまたあの急遽放送になるあの収録になるかもしれませんけども、まあ、合わせられるところ合わせて頑張ってねやっていきましょう、ね、はい、じゃあこの時間のお相手は芝居企画的コール AKR と斉藤優でした。バイバイ。寒くなったね。風邪ひくなよ。元気でね。